さあマイク。新日本プロレスワールドをご覧の皆様、新日本プロレス、うん、そして我々ロスインゴベルナーブレスでハポンが3ヶ月半ぶりに帰ってきたぜ、カブロン。うわ、しばらくは無観客試合が続きますが、また皆様の前で試合をし、そして皆様と一緒に大合唱をできるその日を楽しみに待ってますよ。まずは明日から始まるニュージャパンカップ、皆様の目で、皆様の耳で新日本プロレスの戦いを存分に楽しんでください。ニュージャパンカップの結末はもちろんトランキーラー。あっせんなよ。大合唱が聞こえてくる。ではでは最後はいつものあれ、新日本プロレスワールドをご覧の皆様、準備はよろしいでしょうか。トゥギャザープロジェクトスペシャル、最後の締めはもちろんイービル、ブッシュ、サナダ、ヒロム、高木、ナイト、ノースアトロス、ロス、インゴベルナーブレス、デハポン。大合唱が聞こえました。聞こえる。ファンの魂は共にあります。大丈夫。始まりはさ、いつも向かい風から、でもさ、それが俺だからさ、しっかり自分の足で立って次の戦いに進んでいきます。この前の試合、沖縄の試合、かなり遠くに感じる。沖縄が終わって、どんたくシリーズ回って、地元の宇和島でも試合して、そしてスーパージュニア、全部楽しみだったんだ。本当にどんたくシリーズ回れなかったこと、スーパージュニアできなかったこと、それは残念だ。でも今俺はここに立ってんだよ。本来ならこのトーナメントの1回戦はオスプレイだったかもしれない。でも今こうして俺が高木慎吾と1回戦でやれるんだ。1回戦だよ、言うて1回戦だよ。超えなきゃいけねえんだよ。ニュージャパンカップ出るからには優勝だ。高木慎吾、上から待っててやるから早がってこいって。必ず早がってやるよ。お客さんがいようが
田舎ろうがリング上の戦いっていうのは何も変わらないんでね。まあでもこうやって110日ぶりに試合ができたということは、まあ小さな一歩なのか大きな一歩なのか、それを決めるのはまだ誰もわからない。でもこれから僕たちがしっかりやっていくことによって、今日の一歩が大きな一歩だったねと言えるようになるんじゃないかなと思います。率直に無観客での大会でしたけれども、やはりカメラの向こう側のファンを強烈に意識した、そんな戦いだったんでしょうか。まあ正直その、まあお客さんがいてもいなくても岡田和親っていう、まあ岡田和親っていうか新日本プロレスのレスラーにはお客さんいないからどうとか、そういうレスラー一人もいないと思うんで、まあ何も変わらず、まあ違ったらね、ここまでのこんな汗かくような熱い試合もできないと思いますし、まあ何も変わらず、やっぱりプロレスはプロレスだなっていう、何も変わってなかったし、3ヶ月たとうがやっぱり僕たちは本当にリング上で生きているというか、リングに上がってないと息ができたような感じだったので、すごい苦しい状態が続いてましたけど、今こうやって自由に息ができるようになったんで、まだまだ、ね、大変な状態ですけど、それをやっぱり気をつけていってですね、さすがだね、新日本プロレスさすがだねっていう、スポーツとかエンターテインメント界みんなからさすが新日本プロレス、今日の一日がすごい良かったよと言ってもらえるように、これからもしっかりやっていきたいと思います。戦いが再開したということは、もうニュージャパンカップに向けてスイッチが入ってんだよ。初っ端から少し悪いけど、今はグダチする気分じゃねえな。当たり前だったことが当たり前じゃなくなったからな。まあ今日こうしてリングに上がれたことは素直に嬉しく思うよ。まあそれでも戦いが始まった以上はプロレスラーとして完全にスイッチが入った。明日から始まるな、おい、ニュージャパンカップ1回戦の相手、オスプレイからショーに変わった。順当にいけば LIJ のメンバーとも戦える。イービルか、いや、その前に2回戦真田だな。次はイービルか、決勝はヒロンか、面白い。その先には大阪城で内藤が待ってんだろ。こんな面白いことをやらないわけにいかねえだろ。そのためにはまずは1回戦ショー。おい、今日やって思ったよ、あいつ何が変わったんだ。1年前のベストオブザスーパージュニアの開幕戦から1年が経った。何が変わった？映像を見てお前ら何か変わったか？俺は何も感じない。気持ちは伝わるかもしれないが、形には何も見えてこない。何かあるか？翔選手との一戦よりももっとその先を見ているという気持ちなんでしょうか？当たり前だろ。翔と戦ってまあ1年、まああいつなりにな、何かの分岐点かなんかで俺のことをだいぶ強く意識してるようだけど、俺からしてみたら通過点だよ、過去だよ。先ほど上まで這い上がってこいというコメントがあったから、必ず這い上がってやると強い気持ちで答えてくれていました。いやいやいや、這い上がってきたか？オスプレイの代わり棚ぼたじゃねえかよ。おい、気持ちだけじゃねえんだよ、プロは結果残してなんぼだろ。違うか？まあ今日本当いいね、試し蹴りだったら、あいつのクローズエンジャー、おい、あいつのラリオットじゃ俺を倒せねえよ。え、もっと威力増してっからな。俺は来週の月曜日1週間あるんだ、ショー、知恵を振り絞って俺の前に来い。ちょっとは
俺を本気にさせてくれよな。ありがとうございます。なんて面白すぎるんだ。なんて面白いんだプロレスって。こんなにも面白くてこんなに快感なんだ。思い出した、思い出したよ。プロレスは面白すぎる。最高。この空間最高だよ。ロースイングベルナブレスで発砲最高だ。内藤哲也最高だ。高木慎吾最高だ。決勝まで上がってくるんだな高木慎吾。俺は必ずその決勝の相手としているだろう。なあ楽しみにしてるよ。そして新日本プロレス1回戦、相当面白い相手を組んできたじゃねえか。高橋ひろむ VS 本間朋晃首やっちゃったもん対決、面白いもん組んできたじゃねえか新日本プロレス。なあ本間さん、嘘偽りなくごまかすことなく体と体のぶつかり合い思いっきりお互いの体ぶつけ合おうじゃねえか。そんなすげえ楽しいもんを俺とあんたなら見せれるだろう。見してやろうぜ。なあプロレスファンに、新日本プロレスに俺たちの戦い見せつけてやろうぜ。楽しみにしてるよ本間さん。まあ勝つのはこの俺だけどな。はい質問コーナー何でも来な。今日のヒロムちゃんすげえぜ。何でも答えてる。3ヶ月半前よりもよりパワーアップしているように感じますけど。おい楽しかったですか。楽しかった。見てもらえたら分かると思う、ヒロムちゃんがどれだけ楽しんでたか。見てたなら分かると思う、俺は楽しんでなかったかい。あんたにそう聞きたい。いえ、この痛み、この苦しさ、久しぶりに思い出した。エルボー一発がこんなに痛いのか、チョップ一発がこんなに痛いのか、投げ技一つがこんなに重いのか。思い出させてくれた。思い出した。いや、なんだろう、この感動は。530日、血をしてきた時のよりか、なんか、すごいこう、心にずしっとくる。やっとプロレスができる。あの時は、プロレスができなかったから仕方ないけど、プロレスができるのにプロレスができない、そんな状況が俺はすげえストレスだった。でも今日でおさらば。まあお客さんがいればなお最高なんだろうけど、まあそれは取っとこうよ。だって今ここにもしお客さんが入ってたら俺のテンション一体どうなっちゃうの。聞きたい、教えて。俺は聞きたい。大変なことになると思います。うん、そんだけかい、そんだけかい。俺がこんだけ言ったもん。はい、いいんじゃない。いや本当にそうなると思う。うん、いい答えだった。うん、ヒロムちゃんの喉が枯れちゃわないうちに質問するならどうと思ったこい。まあ、最後の質問にしたいと思います。 OK。 ジュニアチャンピオンとしてニュージャパンカップに挑んでいくわけですけれども、はい、そこに向けた思い関係ねえ。俺はただ優勝するだけだ。文句くん、ありがとうございました。よし、ありがとう。みんな大好きだぞ。チュッ、どうやんだよこれ。さあ、そして内藤選手です。改めて110日ぶりリングに上がりました。ヒロムちゃんはコメントが長いな。俺バックステージでずっと待ってたよ。まだかな、まだかなって焦りながら待ってたぜ。いや、強がる必要はあるかもしれないけど、嘘をつく必要はないかな。うん、久々のリング、久々の試合、ダメージもそうだし、息も上がって非常に苦しい試合でしたよ。うん、なんかこんなに、プロレスってしんどかったかなってね。うん、なんか
すげえ思いながら試合をしましたよ。でも楽しかったな。楽しかったよ。まあ疲れすぎたおかげでさ、ちょっと喉も枯れちゃってさ、ちゃんとマイクできなかったけどさ、でも楽しかったよ。まあ今日マイクでも言ったけど、明日から始まるニュージャパンカップ、俺はエントリーしてないんでね。明日俺の試合はどうだろうね、多分組まれないんじゃないのかな。まあそうなった場合は新日本プロレスワールドでポップコーン食べながらコーラ飲みながら見させていただきますよ。今日リング上で随分高橋ロム、高木慎吾が熱くなってたね。おそらくイービル、武士、真田も熱くなってることでしょう。いいじゃない、いいと思うよ。いつも言ってるでしょ、ユニット内で競い合ってこそ今以上のユニット、今以上のロス、インゴベル、ナーブレス、ハポンができるって非常にいい状況だよ。まあ誰が上がってきても構わない、同門対決で構わない、大阪城ホール大会、俺の目の前に一体誰が立つのか、イービルなのか、武士なのか、真田なのか、ヒロムなのか、高木なのか、楽しみにしてるぜ。今日新日本プロレスワールドをご覧の皆様も一体誰が勝ち上がってくるのか、いろいろと想像しながら楽しんでください。ではまた明日インターネット中継でお会いしましょう。アディオス。